皆様こんにちは、シェードと申します。この動画は、ポケモンウルトラサンムーンの生放送対戦企画である、タクラン杯のタイムシフトを編集してまとめた動画になります。タクラン杯のルールについては、上記の説明をご覧ください。大まかに言うと、運営さんが用意した卵を、参加者16人にランダムで配り、そこから生まれたポケモンを各自育成して対戦するという企画です。そして、各参加者さんの手持ちはこのような形になりました。私が最も引きたかったチュリメは、他の人の元に配られてしまった模様。試合に勝てば相手のパーティーから好きなポケモンをもらえるので、まだチュリメは狙えますが、ちなみに私が引いたのは、リオル、モンジャラ、スナバー、デリバード、ウリムー、ヒンバスの6匹です。この子たちをどう育成したかを紹介してから、試合をお送りしていきます。さあ、まあ選出は事前に考えてきてるんで、うん、いや考えてるけど、ちょっと待って、立ち回りは16人分じゃねえや、自分含めてるから15人分考えてはきてるから、立ち回りを改めてちょっと考えておこうか。あ、キャプチャー。いや、パーティー分かってはいるんだけど。見てる方が分かりにくくなる。よいしょ。これで、これで射程にあれ出して、うん、これで行くしかねえ。だー、考えがまとまるかな、うまく。あ、対戦ツール固まってる。待って。動いて。私脳内でダメージ計算できないから対戦ツールに頼らないと。ドリューズだな、どう考えても。ドリューか。待ってよ。まあ、アイアンヘッド耐えるから悪いってわけではないんだけど。
アイアンヘッドでひるむのはやめていただきたいんだが、待て待て待て、ちょっと待ってよ。ブリューズは容器。まあ予定通り。Z! 待て待て、鋼 Z! それどう？あー待って、耐えない説あるぞそれ。鋼 Z! ちょっと待って、それまずいんじゃねえか。容器だけど、ダメか。まあ Z って分かったから、どうしたもんか。待って、どっちからやった方がいいんだ。考えさせて。力出して。いや、こっちかな。とりあえずスカーフじゃないのが分かってるんだったら、先手は取れるんだけど、184番サイレ、いやシャイ、あ、下が回らない。引く？受けれるかこれ。おじるじる、誰？バルジーナ受からなくない？HB 特化でもバルジーナは無理だと思うんだけど。受からないよね。お盆、5つ目なら突破できるよな。いや、これでバルジーナスカーフとかありえん。性格わんぱくだし。いや、てか5つ目だって。このルカリオじっぱりなんですよね。なんで素早さが足りない分火力はあります。さあ問題は耐久がっつり削られたっていうのがあって、ラス1なぁ、リザードンいるとは思うんだが。亀田大輝誰やねん。ゴカザルなんだ。ちょっと待ってよ。ゴカザルには上は取れない。で、ゴーカタルが無邪気。猿が何持ってるかにもよるんだけど、インファで耐久下げまくったちゃ、ちゃ、ちゃ、ち、下げまくっちゃったせいで、今もハパンチ耐える状況じゃない。オットボさんいらっしゃい。今は一戦目です。まだ戦況は何とも言えないかな。オバヒー特殊？まあ、それは、なんとか。
カメラ唾液引っ込めた。いや、耐えない。なぜなら、水 Z だから、耐えないだろ。Z って分かってるんだから耐えないだろ。いや、いけるんじゃない?君が Z ってことは、ゴガザのソーラービーム Z とかもないんだよ。パワフルハーブソーラービームなんて知らんぞ。でもパワフルハーブソーラービームぐらいは耐えると思う。インファイトじゃ落ちないだろう。インファイト耐える。2発受かってっかな。受かってなくても、まあ、メガルカリオが、上は取れないけど、タスキまあ、耐えれば勝ち確だが、インファイト、狙いオッケーいけネットを、これラスイッチだよな。よっしゃ!よーし!よっしゃー!まず一勝!オッケー!やったー!嬉しいー!よっしゃー!ナナシさんと戦ったの初めてなんですが。いや、ナナシさんマジで強いからな。この一勝でかいぞー!よっしゃー!パーティーはご覧の通り。ゴチ見る?進化してねえのいる。でもこれあれだな。幸い、さっきもらった、あ、いや、言わない方がいい。言わない方がいい。もう、ワーセさん終わったよ。やべえ。ごめんなさい、下っちゃって。あとはどうしよう。ちょっと待って。パーティーが。ミドロトムに加えてシャワーズも取ったのか。まあ、オガリアさん的には V ゾが欲しかったんでしょうね。これでいいか。これでいいか。よし、対戦よろしくお願いします。エイダー誰?カクレオン、クレオンは特性があれか。特性が変幻自在。そう、影打ちで格闘技を無効にするっていう動きができるんだけど、まあ。
まあ言うてそこまででかいダメージじゃないから、それはまだいい。パン、オッケー当てる。隠れも物理耐久はそんなに高くない。あ、一撃やるね。ギルワルドいないのかな。ルカリオに対しては出しやすそうだけど、地震を警戒してる可能性もある。ドキュポン、ロトムか。ロトムか。スカーフだったとして、いや、ロトムの性格って控えめか。控えめだな。どうしようかな。スカーフありえるな。スカーフハイポン耐えないかも。ドロップオン、これのダメージで分かんないか。メガネとかではないね、少なくとも。サム、まあひればでかいけど。よっしゃ、いけいけ、いいぞ。ヌメルゴンいいな。ちょっと待って、ヌメルゴンって振り方どうなってんだっけ。うんうんうん。となると、ハッサムが、ハッサムがワンパク、ワンパクだな。引く、いや、そんなに状況は変わらないと思うが。いや、でもこれあれだな、多分この行動で考えられる状況はあれだと思う。メガネはダメージ的には、これグーミーって読むの元ネタあるのかな、わかんないけど。だよね、だよね、だよね。いい技持ってるな、ヌメルゴン。まあまあまあ、ハッサンマヒってるのはだいぶ美味しいな。これがワンパクらしいから耐えてくるとは思うけど、今来た、勝ってる。今んとこ1勝0敗です。今2戦目ですね。今オガリアさんとの対戦中です。インファイト、まあ多分耐えられるけど削ればいいかな。わ、勝てえな。研磨、いい研磨、バレパンで飛ぶかこれ。
耐久下がったけど。バリパンしてこない？オッケー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 。いや、これはだいぶいいぞ。もうあいつこだわり確定だもん。ラスイチロトムだけ。こだわる技次第で全然。スカフか。いや、問題ない問題ない。ちょっとすいません、遅延っぽくなりますけど確実にいきます。オッケー、よっしゃー、よし、2勝目、オッケー、大臣ありがとうございました。よし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 、よし。普通の冷凍のパーティーかよー。とりあえずキャプチャー。あれ、おにぎりキャプチャーが固まる。向こうも考えてきたっぽいかな。ちょっと待って、選出はこれでいいか。いやー、もう何喋ればいいか分かんなくなってきたよ、もう。さあ、対戦よろしくお願いします。勝てば勝つほど緊張感も増していくのだ。ドレディアがいないことを除けばいつものレッドワークみたいになってる。ボボニー、ヒバニー的な。ミロップ来たか。でも逆にあれだな、ミロップがいるってことは、あっちはいないって考えていいのか。満を持して、いけ、ダレディア、頑張ってくれー。え、ドレディアが焼けもんに。ああ、タスキゲンガーとかもあり得るのか。猫魂、いいよいいよ。殴れ殴れ、ゴツメを。交代してくるとしたら。うちのパーティーに来そうなのは。
まあ、引くのは、引くはするだろうけど、ボンちゃんって誰？ゲンガーいるのか。タスキ？まあ、でもメガじゃないって分かってるのはまあいいんじゃないか。さて、要望はヘドロ爆弾ですが、シャドーボール、まあまあまあ、まだいい。オッケーオッケーオッケー、特防下がらない。誰でや、草に草ですよ。草タンタイプは引けたんだがな。なんか違うポケモン引いちゃったんだよね。誰で受ける？ボーニーか。ってことは、自信は一貫してると見ていいんだな。まあ、今回に限っては良かったっちゃ良かったんだけど。さて、警戒するべきなのは、釣りか。よしよし、釣ってない釣ってない。オッケーオッケーオッケー。飛び下げり、それも大丈夫よ。あ、引くか。もう捨てるかなって思ったんだけど。今んとここっちだいぶ素直に動いてるんだけど、まあ、それでもまだ素直でいいと思う。シャドウ、オッケー。よしよし、ダウン引かない。でもタスキだったらあれ持ってるかもしれんのか。お互いラス位置が見えないのはちょっとしんどい。気合玉持ってないのかな。それとも気合玉打たずになんとかする方法を考えているのか。いや、怖いな、この待ち時間は。月光川はどうなんだろう。後出しするタイミングがなかったから。ボーニー捨てか。気合玉はないのかな。それとも打ちたくなかったかな。誰がいるかが問題ですが、サガンドラ R？ ガブ？ガブか。ガブ？ガブラスイッチなんだ。若手。
アイヘイ耐えないかな、アイヘイワンちゃん。無理か。あ、いえ、なんかすごい技持ってるな。剣舞持ってると結構きついが。お、引いた。ケークらへ自信ここまで見せてこなかった自信。これ持ってけないか。おしおし、いいぞ。あのガブこだわってるか。激輪、鉢巻きだったらわかんないけど、半分も入んないよな。あ、入ったわ。いや、でもこれ落ちなかったとしても。おっしゃー、やったー、3勝目よし来てる。よし、大勢ありがとうございました。よっしゃー。こちらスイッチミロカロスでした。ジバコイル正直きつい選出なんですけど、ちょっと若干切り気味でしたね。よかった。さあ行くぞー。こらーリーフィアか。リーフィアか。待て。あ、やべえ、頭回らん。ちょっと待って。馬車はきつい。これでいいか。後悔しないか。いや、もう行くっきゃねえべー。行くぞー。さあ、対戦よろしくお願いしまーす。いやー、勝つぞ。優勝するぞー。あ、こもりがきさん、いらっしゃい。頑張ってください。ありがとうございます。フェニックス3。初手は読み勝った。型にもよりけり。
電気 Z とかソーラービーム Z、なくはないが。おまんら、誰やね。ベトベト、うん。ネット、燃えろ。燃えない。こっちが燃えた。火炎玉にしました。こいつ意地っぱりなんだよな。叩き落とす。いいのかな、ルカリオに役技打っちゃっていいのかな。正義の心で攻撃上げていく。さてさてさて、何打つかな。ミニキがいるかもしれないのか。軽くうるさい、ごめんなさい。テンション上がっちゃった。ミユキがいるなら引いてくるかもしれないけど。いや、この待ち時間ほんと怖いわ。こっち、片割れとかの関係で喋れないから、何しようとか喋れないから、待ち時間に喋ることがないんや。考えてるな。ミッキーいるかどうか。いない可能性も全然あるんだよね。次は高速アタッカーがあまりいないパーティーだから、耳っきり高速アタッカー止めるとかよりは。麻痺効かない。エレキブル、あ、ルチャブルか、柔軟か。当たれよ当たれよ、頼むぞ頼むぞ頼むぞ。頼むぞ、当たって、オッケー、よしよしよし、飛ばせる飛ばせる、タスキが、オッケーオッケー、大丈夫。攻撃アップ。ルチャブルよりは遅い。ルカリオの方が遅い。こっちジッパリだから。実質、研磨いい。コメパン当ててあげるのはでかい。よし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 、ルチャブル無償突破。さあ次だな、問題は。次間違いなくバシャーモが来るところ。バシャーモが剣前持ってると話変わってくるんだよ。守るかどうか。加速なのは確定してる。少なくとも助けはないか。ネガワクがバシャモしかいないんですよね。メガシンか。
さて、守るかな？守らなければ、勝ちですが。オッケー！勝ったでしょ、これ勝ったでしょ！いや、耐えないって。もう、攻撃に段階上がってるもん。あいつインファイト耐えないって。いや、もうインファイトでいいよ。インファイトでいいよ、もう。仮に耐えても、まあ、有効度あるとしたら炎のパンチかな。でも仮に耐えたとしても、後続無理でしょ。ベトベトの一匹で三盾無理だろ。なんかあるか。こらえるイヴァンとか仮にあったとしても、さすがに。いや、ていうかイヴァンはバレパンで上取れるか。優先度上がるわけじゃないし。考えてる。インファイト、落ちる。絶対落ちるって。よっしゃーやったーよっしゃーした大戦ありがとうございましたーやったーイエーイあー、心残りはドレディアが取れなかったこと。いやでもめっちゃ嬉しい。よっしゃー、やったでー。